みを豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。聖書は、旧約聖書と新約聖書は合わせて66巻あります。で旧約聖書は、39で、新約聖書は27ですね。3区27と覚えればいいですね。それでこの一番最後に、黙示録との書というのがあります。これヨハネの黙示録というわけですね。でこのヨハネの黙示録というのはいろんな方々にこう影響を与えています。例えば、ノストルダムス、この予言書を見てますと、これをなぞっていることに気がつきます。そして変なのを入れていますね、具体的に。でも基盤はこれであるということに気がつきます。あと多くのですね、これから世の終わりが来るとか、そういうような、考え方とか、そしてですね、予告の元になっているのはこれです。これですね。でも黙示録はですね、世が終わるということを言ってるわけではないのです。それは何を言ってるのかと言いますと、黙示録ではですね、これから、戦争が起こるってことを言ってるんですね。で、黙示録の言ってることは、何を言ってるのかと言いますと、1章から3章までは教会のことを言っています。で教会の時代のことを語っていると思われています。で教会時代というのは何かと言いますと、イエス様が空中再臨して、そしてクリスチャンが天に引き上げられるまで、これを教会時代と考えます。そしてその後は何を言っているのかというと、観難時代の7年間のこと、これを言っていると考えられます。そして7年目にですね、イエス・キリストが再びやってくる、再臨される、これはイスラエルのエルサレム、オリーブ山の上に再び再臨する、こういうふうに言っているわけですね。そしてですね、黙示録が注目を浴びている事柄はですね、黙示録に書いてあるように世がこう動いていってるからです。例えば、この観難時代の時に、ローマ帝国が復興するということが言われています。連合国からなるローマ帝国ですね。で今 EU という形でそれが出てきています。そして中東のいろいろな、ですね、問題、このことがこう言われてます。ですね。そしてですね、いろんな災害とか、このいろんな事柄が起こってくるってことも言われています。でまさに、黙示録に語られているように出来事はこう進んでいっているということをね、見ることができます。そしてここで大きな戦争が起こり、そして、キリストが再臨され、新しい世界が始まるという、これが黙示録の書いてあることですね。で私はですね、終わりの事柄に関する、この予言の学び、黙示録の学びをした時にね、驚きました。何が驚いたのかって、まさに、神様が設定されたようにこう動いているからですね。で、歴史の中で、キリスト教は、泡のように浮いたり、この沈んだりしてくるですね、歴史に翻弄された宗教ではなくて、歴史を作っている、そういう宗教であるということを覚えます。でまさに神様がそれをね作っておられるということを覚えるわけですね。で私たちはこれらを通して神様が生きておられるということをですね、知ることができるということですね。どうぞ覚えておいてください。お願いします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前、アメン。